はい、こんにちは。前に言ったと思うんですけど、車ぶつけました。それがね、ここ。ここです。思いっきり行っちゃいました。本当にショックです。でね、ドアの開閉も、開閉状態もあまり良くないです。なんか、で、当たって、まあこんな感じです。これをちょっと直していこうかな。こっちはね、まだ。今ブレーキブースターを、注文してるんですけど、当分、基礎もないのでその間車をします。まずね、内張り取って内側から叩きます。で、まあ大体それでおそらく見栄えは多少良くなると思います。以上、始めます。いや、これね、もしかしたら穴も開いてるから大変な作業になっちゃうね。もうこっちはいいよね。はい、まずね、このハンドル取ります。こういうのがシークリップみたいな。ここまで削りました。で、もう錆びてる箇所はもうないと思います。なのでここから、パテを埋めたいと思います。まあこんなもんでいいでしょう。今こんな感じです。これ削っていきます。ここもあるんですけど、こっちからやっていきます。ちょっと一気にできそうもないんで、マスキングした方がいいね。やっぱり今回使うのはこれ、ボディフィラー。これファイバーグラスが中に入ってる。前回のミラーの時に使ったやつです。二つ目はいいんじゃないでしょうか、ね。何回もやるんだよ。本当はね、マスキングテープとかするんだけど、マスキングテープちょっと今ないんで。昔
何回もやってるんですけど、相変わらず下手です。何でもなんかきっちりやるのが下手で、きっちりが下手。普通はね、きっちりやるんだけど、みんなファイバーグラスが入ってるからやりづらい。でもこう後だよね、どうにでもな加工できるんで、削っちゃうし。最初にちゃんと形を成形した方が多分いいんじゃないかと、自分は素人なんで分かんないんですけど、まあ、参考にはならない。はい、途中経過です。何気に どんぐらいだろうな、もう3、4回は塗っちゃ削ってってやってます。多分まだ平らになってない感じですね。もうちょい、まだ若干真ん中がへこんでる感じ。でもまあほぼほぼいい感じです。これ終わればいいんじゃないでしょうか。ちなみにね、まだ、ブレーキブースター来てないです。もうね、1ヶ月近く乗ってないです。はい、まあそんな感じです。途中経過でした。